はい、渡辺真義です。今回もね、ショーで IW をプレイしたいと思います。はい、ジェネシスホリデー24の7でチームデスマッチをプレイしたいと思います。今回、工場マコでね、EMC アバランチエピック&ファントムで頑張ってみたいと思います。チームデスマッチよっしゃ、やりますか。こっから多分来るよ。これお前どっから行くんだ。お前は向こうからか。はい、頑張るぞ。爆発がちょっとうぜえわマジで。ちょっとハンドガンちょっと早く終わらせたいんでね、難しくてこれ。ロブロ決まったよ。ハンドガン使ってるプレイあまりいないんでね、やっぱりアサルトライフルとか SMG いくんでみんな。ここいるな。よっしゃ、バンバンキルしていくぞ。とつってとつってキルしていくぞ。5キル。まあペース悪くないな。キルペースは OK だろ。これ中にいるなこれ。よしよし、体力回復しないと。何キルできるのやら。あれ前回が EMC このアバランチエピック片手持ちやったんだけど、今回デュエルの方でねちょっと頑張ってみたいと思います。ちょっと向こうで持ってるな。向こう結構強いんでね。ずっと持ってるな。だいぶ勝ってるんだけど、先にこいつ行かせてね。あ、来てください。ダメだな、キルが止まっちゃってるなこれ。やっぱりね、ハンドガンやっぱ難しいわ。使ってるプレイヤーいないでしょほとんど。弱いから。弱いっていうかね、機動力あるんだけどね、やっぱり弾数が少ないんでね、ハンドガンはやっぱりね、アサルトライフルとかね SMG とかライトマシンガンがやっぱ強いんだよ。ちょっと若干盛り気味でいくかこれ。で慣れたら強いと思うんだけどねこれ。ストレスたまるわハンドガンは。あと半分。ここ来るね多分。無駄な動きしなければね。キルできるんだよこれ。12キル。ハンドガン面白いな。でもな、難しいんだけど、自分難しい武器取っても好きなんで。アクティブメッセージとやっといてね。これはここから行ってみようか。これあ、ここがいいかもしれない。何キロぐらいできるかなこれ。20キロいくかなこれ。アシストしょうもねえ。いるな。15キロあと5キロちょっといけるかなこれ。最低20キロいきたいんでね。よっしゃ、あと1キロだな。難しいなこれ。あと1キロやりにくいなほんと。できないのもしかしてあと1キロ。ああちょっともういいや。もうこれで OK にしよう。20キロ入れたかったな最低でも。難しいねやっぱり。これファイナルキルは出てないんだけど、まあ2位になったんだね。挑発パイナップルトス爆発。これもデュアルなんでね、マックスになってるんでね、ちょっともうやらない。もうこれで OK にしよう。プレイの皆さんありがとうございました。20キロできなかったな。今回の成績はね、19キロ16ですのプラス3、比率 1.19、アシスト5、スコア2050でした。今回勝したのはね、小島真子で EMC アバランチエピックにアタッチメント、ファラデースラグ、レーザーサイト、ラムサーボ、デュアル、パークはデクスタリティ、スカベンジャー、ハードワイヤー、スコアストリ構成は UAV、スコアラブ UAV、ドラムパッケージ、コンバットリグはファントムで、ペイロード、アクティブ迷彩、トレイトは感知記憶というカスタムでやってきました。今回はね、この EMC アバランチエピックで、デュアルの方でね、ジェネシスホリデー247のチームデスマッチをプレイしたんだけどね、19キロしかちょっとできんかったな。あと1キロだったね。これね、もうマックスになってるんでね、武器プレステージ2に突入、EMC の武器レベルをリセットしてアタッチメントをロックする、報酬 DDA 武器アクセサリー、はい、こちらになります。これまた上げていくんでね。はい、今回はね、EMC アバランチエピック&ファントムで、ジェネシスホリデー24/7でチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。